はい、それではね、ファーマーズダイナスティの続きをやっていこうと思います。雨が降ってますね。今日は8月の8日ですね。雨が家の中まで入ってくる。雨漏りしてんのこれ 降ってるよね。あ、違うのかこれ。雨、窓の外の雨が見えてるのかなっていうことか。家の中には降ってないね。大丈夫か。今日雨なんですよ、ほら。なので、まあね、畑作業はちょっとできないんで、家の改築、改築じゃない、改修ですかね、やりましょうかね。リペアじゃなくてリビルドしましょうか。綺麗にね、していきましょう。あ、ちょっとなんか材質違うな。まあいいか、まあいいか、まあ綺麗になったらいいでしょう。一応自分好みの色も変えられたりするといいですけどね。今はなんか決められた素材の中から合うやつを選ぶ感じ。よし。あと、あれどこだ、あと直ってないとこある。 あった。よし、直った。カウシャードっていうのかな、牛舎ね。なんかクエストがあるみたいなこと言ってなかったね。言ってなかった今。これはちょっと分かりにくいんだよな。ちょっとまた後で見とこう。まあいいや、これで、大丈夫だね。よし。で、綺麗になったし、牛ちょっと買いに行ってみようかね。こっちニワトリはまだいいか。牛の方だね。餌わかんないし。うん、お金がねまだないから、小麦売りに行ってもいいかもしれないけど。よいしょ。この農業ショップっていうのがあって、ここあとまた一人ね、この人残ってるんですけど、サムか、うん、残ってるんですけど、あとどこだったっけ、農業ショップ、あれ、あれこの辺なかった。ああそっか、マーカーが違うんだ。ほら使いにくいでしょこれ。フィールド、ホットスポットで探さないといけない。ここだね。そうそうそう、いちいち切り替えないといけない。アグリカルチャーショップ、はい、無人ですよ。ちょ、せめてね誰か人を立ててほしいよね。うん、何育ててるんだろうね。これひまわりか。ひまわり、真上向いてるひまわり。ひまわりじゃないのかな、それかね、不思議な。これひまわりだよね。ちょっとなんか映り方がおかしい。よし。こっちは多分その苗ですよね。小麦、これコーンだな。バーレイっていうのが多分、大麦かな。キャノーラと、ピーは何でしょう、豆系ですよね。多分エンドウ豆とかそんな感じかな、形的に。ソイは大豆ですよね。これ分からないね。ルパイン分かんないね。グラスって草そのまま。カウオーナー、500ユーロ、あ、1匹だけなら買える。あ、で餌も買えるね。あと肥料か。買う、変、フードあるね、一応。変フード。変っていうのが鶏だと思うんだけど。どうしよう。一匹だけ買うか。何匹？ 9 匹も買えるの？一匹だけまず、まあ、とりあえず買おうが。まあ、干し草はあるから、あと肥料、いるのかな？
今。まあまあまあ、とりあえず、これだけ買っちゃおっか。よし。買った ?250 になったね。どうなってんだろう、今。家にもう届けてくれたのかな。あ、水玉エリーさん、こんばんは。いらっしゃいませ。元の調子は戻ります。今ね、まあまあ、喋る分には全大丈夫なんですけど、ちょっと声がまだおかしいかもしれないですね。かすれてるかな、大丈夫かな。うん。ツイッターで言ってました。そう。よし。牛が乗ってたらどうしようと思いましたけど、今ここにね。うん、この、なんていうのかな。画面の、が水で濡れるの。消せへんから、ほんま。いらないと思うんですけど、この仕様。うん。牛、まあ、多分、家まで届けてくれてるんじゃないかなと思うんですけど、帰ったら、じゃあちょっと牛とご対面しましょうか。無駄にリアル。ね、無駄にリアルでしょ、本当に。いらない仕様ですね。雨の日はんで、ね、外に出る人全然いい日から、こう、クエストもね、ないんですよね。牛見たら、種まき機くれるっていう人がいるから、その人のとこ行こうか。もし、何もやることなかったらね。ここ、うん。なんかいるぞ。イノシシがいるぞ。おっきいよね、イノシシってね。リアルでこんだけ接近したら怖いと思うんですけどね、イノシシ。うん。どっか行ったな。あ、いた。向こうに行った。リアルでね、猟友会みたいな人の知り合いがいるので、たまーに、シーズンになったらイノシシの肉くれはりますけど、向こうにもいたな、なんか一匹。勝手に牧場内をイノシシがうろついてる。うん。イノシシでかいっすよね。牧場物語みたいに牛用のブラシとか絞り器と、どうなんでしょうね。多分ミルクがと、あ、取れると思うんですけどね。牛見えたね、今。いた。うん。真正面から見ようか。こんな感じ、牛。こんにちは。入れる?ここ。入れないわ、ここには。入れる。どうもどうも。どうもどうも。名前とか、ないね。これどうやったらさ、取れんの?ミルク。思ったけど。どうやって取んの?動く気全くねえな、こいつ。こんなもんなんかな、牛って。これは違うん、なんか、ここになんかね、機械があるんですけど。これかな、ミルクのタンク。自動なの?この、考えられるとしたらこれしかないよね。汚れがなかなかリアル。イノシシとかしか美味しいですよね。お、さすが。うちも、時期になったら、イノシシ肉きますね。そう。なんかお店で買うやつは、ちょっと臭みありますけど、なんかね、本当に、刈りたてのやつは、新鮮で美味しいですよね。うん。うん。こんなところにどう?まぁ、ちょっと様子見ましょうか。今んとこやることなさそうだね。上に出るのは、干し草はまあ 100% あるから、まあ大丈夫だと思うんだけど、あとまあ修理もしたしね。うん。まあいっか。じゃあちょっと、種まき機も、あ、立った。動きはせんのか。外には出ないのかな。一応動いてんね。ここの場所からは動かないの。何匹までいけるのかな ?1,2,3,4,5,6,7,8,9 匹か。ああ、ま、そうだね。9匹。まあ、1匹ずつちょっと、まあ、増やしていきましょうか。よし。オールドシーダーを、まあ、一応多分くれると思うんで、この人のところに行ってみましょう。ここも、これも畑なのかな?ちょっとわかりにくいんだよね。入らないでおきましょうか、一応。ここ、あ、道を間違ったかもしれない。ここ通れる?道路。お、行けるな。
あれだね、多分。これだよね。種まき。もう、持って帰るとき楽なように、ここにもう連結しとこう。よし。もう、もらって帰る気満々で。ここに止めときましょうね。うん。帰り楽だね。ワニ肉トキオとか食べてそう。父がゲテモノ系のパーティーするって言って結局してる。サム。男かこれ。え？うん。男だった。うん。なんだい？みたいな。引っ越してきました。うん。それを使いたいんだ。うん。ちょっと考えましょう。うん。お。いいね。取引だ。うん。プラウね。あー、プラウか。くそ。うん。フィックス？うん。And I will give you the seed for free. What do you think? おう。よし、まあいいや。え、どっちって言った？ Sure. You got a deal. 中国とかゲテモノ料理多そう。と今日ならワニ捕まえるところから。中国は確かに多そう。うん。どっちが先？プラウと温室かな。両方やらないといけないのか。もうせっかく。ここに止めたのに取ってこないといけないね。もう。あ、ここ？ここかな？え、うわ、めっちゃ広いわ、また。なんて仕事。ここか。めっちゃ広いぞ。前んとこの火じゃないな、これ。向こう側からやった方がいいか。これどうやって下げるんだっけ？これで Y。あれ？ LB と Y か。うん、こうだ。よし、頑張ろう。まあ、やれるだけやりましょうか、今日。もう、あれか。休憩が必要って言われてるな。ちょっとこのプラウがけだけちょっと終わらしときたいな。あと、もうちょっとだと思う。お腹はまだ大丈夫か。もうだいぶボロボロだね。よいしょ。もう一回行かないといけないな。シェイカー、ジローさんも作ってもらったんですか？あ、僕はね、釣りが作ってもらってたんで、僕は作ってもらわなかったかな。ニコらしかっていうお酒、ほうほう。気がつけば、お外が真っ暗になってきます。ねえ、もう暗いですよ。何時？ 8 時だもん。もう寝ないといけない。よし。もうでもあとこのあと1往復ぐらいしたら終わると思うんだけどね。こっちの作業だけ終わらせてちょっと帰りましょうか。さすがに。なでしこっていうお酒。おお。よし。あれ終わんないかな。あ、終わった。よし。今度はグリーンハウスを直せって言われてるから。もうでもさすがにちょっとその、24だからね。ちょっと寝ないといけないな。まあ、いっぺん帰りましょうか。まあ、一遍帰って、どっちみちこのプラウは置いてこないといけないんでね。なんで、まあ、二日がかりでいいか、ちょうど。スタディオバレーみたいに十二またできるの、どうなんでしょう。名前が綺麗です、なでしこ。いいですね。十二またチャレンジできそうだったらやってみますけど。ちょっと待って、帰り道ちょっと見とこう。まっすぐ帰ったらちょうどいいぐらいだね。ライトつけたい。
上か、ちゃうわ、こうか、よしよし、帰ってきた帰ってきた、ここだな、あっちがた隣だ、タンクは隣、もう寝ないといけないね、よし、ここにちょっと止めて、よし、さあまた変なとこ出たぞ、よし、さあ寝ましょう、今日も普通にビールですか、35度もあるんだ、よし、さあよし、もう9時ですね、お腹は減ってるか、ちょっと寝る前のちょっと練乳を飲んで寝る前練乳とかやめて、はい、そしたらまあ今日のところはこれで終わりにしておきます、またね、続きやっていきますので、寝る前に練乳、虫歯になりそう本当にはい、そしたらね、また今日はこれで終わりにしておきます、また、よかったらね見に来てください、では、お疲れ様でした。